こんにちは田中です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやってるんですけれども、このチャンネルでは私が自身が見たニュースであるとか、私自身の生活の中で思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日取り上げたいトピックは、ある X アカウントの暴言について、 ちょっとこれは見過ごせないなと思ったのでお話しさせていただければと思っております。えっとですね、あの、私の X、え旧ツイッターアカウントをご覧になっている方、えー、分かるかと思うんですけれども、えー、昨日私、ちょっとその某ビジネスインフルエンサーの方にあの34万人ぐらい、えー、フォロワーがいらっしゃるんですけれども、えー、その方にちょっとあの拝見が、あのツイを拝見させていただきまして、 TL がというか流れーしたらなんかそこに、えー、こうちょっと、えー、見過ごせない発言があったんで、まあ、別に僕はあのそこまでそのわーって感じで入れ込んでるわけでも全然ないしあのむしろ状況が全然わかんないうちの一人なんであのでもまあちょっと客観的に見てこれまずいかなと思って、えー、ちょっと、えー、コメントさせていただいたんですけれどもあのー、まあ、えー、その方が、えー、某 えー、フリマアプリ、えー、の、あのー、株主みたいなことをやってらっしゃるんですね、えー、その方あのー、まあビジネス系インフルエンサーで先ほど申し上げた通り、えー、でその某フリマアプリの株主みたいな立場なのでまあいろいろそのビジネスに対して注文というか意見であるというか提案ができる立場にあるんですよ。 でまあ、たくさんの株を握ってらっしゃるような大株主的な立場なのかなちょっと分かんないんですけれども、えー、僕自身はそのアプリもほとんど使ったことがないんで <laughs>、えー、分かんないんですけれどもんかその最近そのアプリの中でいろいろ問題が起きてるらしくってそのユーザー同士あの購入者と、えー、売り手の間で圧力が起きているみたいな。 事態が起きててるらしくって例えばその状態不良のまま届いたとか、えー、こう全然写真と違うとか、まあ、そういったことはよくあると思うんですけども、ね、通販サイトとかだったら、えー、そういったののなんかこう、ヘイト、ヘイトじゃないですけど、不平不満が溜まってたりとか、それ運営会社側にやっぱり行くと思うんです、それは。で、まあ、何してるんだみたいな形になってて、でその会社自体、その売り上げがすごい落ちちゃうん売上っていうのかな株価がすごい落ちてるらしくって、 でそのインフルエンサーの方がそこを問題にしてるんですよ。まあ、それはその、やっぱりその、えー、株主だから、それは当然だなと僕自身は思うし、あのやっぱ自分で株持ってるんだから、そこが落ちちゃったら嫌じゃないですか、誰でも。なんで、あのこういうのはどうですかみたいな、えー、ここの行動はちょっと問題あるんじゃないですかっていろいろ言ってらっしゃるんですよ。発言されてらっしゃるんですよ。例えば、社長さんがこの、僕はちょっと事実は分かんないんですけど 女性だけ連れてってインターンみたいな名目でアメリカに行ってるのはどうなんだみたいな本当かどうか分かんないんですけれどもねえっとそういった部分であるとかあの所有してるスポーツチームの成績が良くないのになぜえ所有し続けてるんだこれは不良債権じゃないかみたいなえことをおっしゃってたりとかまあそういったえ意見っていうのはどんどん出すべきだと思うんですけれどもね株主だったら僕自身もそうするでしょうしえただあのまあ それに、あのー、まあ、共感できる部分も、えー、結構、まあ、それがもし本当なんだったら、えー、あるし、あるんですよね。まあ、私自身も。なんで、すごくそういう意見を言うのは大切なことだし、勇気あるなって思って、称賛するではいます。で、またその方らが、えー、ビジネス系の、投資系の YouTube チャンネルをやってらっしゃって、そこは僕もすごい参考にしてるんですよ。あの、その方の言う、えーは、発言というか、 そのチャンネルの中で言ってる発言であるとか、なんか物事をなんか面白い形で例えて株式って株式投資っていうのを面白い形で例えて、それがすごい僕の中で、えー、ちょっと下世話なネタも多いんですけども入ってきやすいんで、その分。 す、あのー、すごい、えー、参考にしてるんですね僕個別株とかはやらないんですけれどもその方個別株とか不動産とかもやってるんですけど僕自身はそういうのは全然興味なくってインデックスなんですけれどもそれでもすごい市況というか、えー、株価の流れとか、えー、株ってこういうふうに流れてるんだとかで分か,る分かるからすごい参考にはしてるしすごい尊敬してらっしゃるんですけれどもただそのそういったツイッターのノリ YouTube のノリみたいなものが、まあ、文章だからそういうふうに見えちゃうのかもしれないんですけれども。 X とかにも時々、えなんかこう出ちゃってて、あの、それわざとやってるとは思う、思うんですよね。わざとやってると僕自身は思いたいんですよ。ノリでやってると思ってる、思って、思いたいんですけれども、えなんかそれが、ね、ちょっとあの、昨日、まあなぜその、な、その方が何を書いたかというと、あの、ちょっと読み上げさせていただきますと、あの、某、えこの、そのフリマアプリの、 えーまあ、マーケティング PR の方ののがインタビューを受けているノートがあったんですよ。で写真付きで顔出しでその方が出ててでそのー、まあ、ポストを Twitter で引用ポストすると X で引用ポストするとあリンクを貼り付けるとそのリンク先の写真がのトップページの写真がバーンって出ちゃうんですね。でそこに えー、その方の名前と顔写真が載ってるんですよ、その某フリマアプリの、えー、マーケターであるとか PR の方、そこの場合だったらマーケターと PR の顔が出ちゃうんですけれども、えー、そこになんか、えー、その方、そのインフルエンサーの方が、えーいえー、なんかこう、そのリンクを貼って、意見してて、えー、なんかこういうプライドと意識ばっかり高くて、クソの役にも立たなさそうな、1円も金を稼がなそうな、キラキラ人材を。 SDGs S だ, SD だかジェンダーレスだかウェルビーイングだかインクルージョンだかダイバーシーだとかって採用しまくってみたいなことを、えー、書いてるんですよ。これ僕ちょっと見て思ったんですけどいや別に意見を言うこと自体は、えー、否定はしてないんですけれどもあのー、あなたはその、えー、今、えーなんかえー、クソの役にも立たなそうな一円も金が稼いを 金を稼がなそうな、えー、キラキラ人材みたいなことをその、えー、書いてますけど、あなたはそれを、その方が働いている現場を見たことがありますかって私は言いたいんですよね。あの、そう思いませんかいや、株主だったらもしかしたら大株主みたいな立場なのかなわかんないですけどあの、見に行ってるのかも。 見てるのかもしれないですよ。そのマーケット、あの、インタビューやけど、マーケターの方が働いてる姿っていうのを見てるのかもしれないですね見ていってるんだったら、なんかまあ、1万歩ぐらい譲っていいと思うんですけれども、そういう意見を言うのも、1万歩譲ってですけれどもね。本当は、あのー、まあ、こういうこと書いちゃいけないんじゃないかなと僕自身思うんです、それはまた後で話しますが、なんかこう見てもないのに、その方がそう、例えばなんかこう、 どんな、えー、ウェルビーイングであるとか、こう別にいいんですよ。言ってていいんですよ。その、えー、ジェンダーレスとか、もう、えー、なんかその方世界平和を目指したいみたいなことをおっしゃってたんですけど、そのインタビューを受けてたマーケターの方。別にそれは全然個人の目標だから全然僕自身はいいと思うんですし、それが会社の目標とずれてるんだったら、それはちょっとその修正した方がいいなとは僕も思うんですけれども、思う一方で、そのなんか クソの役にも立たなそうな人材ってあなたは見たのかってあなたはそれが本当なのかっていうのを確かめたのかどうかっていうのをちゃんとなんでそれを言わずして書いてるんだったらすごいそれはまずいよなと思っていてそういうのって見てから言えることですよねちゃんとその人が使えるか使えないかって僕自身は確かに僕自身はそう思うんですけど少なくとも あのやっぱりその働いててああこの人ちょっと向いてないなって思ったんだったらその一緒に働いててあ向いてないなってその時初めて言えることだと思うしちょっと他の仕事やった方がいいんじゃないみたいなことは正直そういうことはあると思うから、えー、全然それはでもただ、えー、見る前からちゃんとやってみないうちにそのクソの役にも立たなそうみたいな僕,そういう,僕そ,うそういう発言はしないですけれどもそういうふうに思ったとしてもコロナ禍でそう思ったとしても。 別にクソの役にも立たないみたいなこと自身は別に思ったこともないですしちょっと変えた方がいいんじゃないとかこの役割じゃなくて別のプロジェクトの方がいいんじゃないみたいなことは全然言うまあ必要だったら言うこともありますがなんかそういうなんかこう見てもないのにそういう冒険を吐くっていうのはちょっとどうなんだろうと思って,思っていて。 それは別にそのそう思ったんだったら本人にちゃんと目の前で言えばいい話だしなんでこの34万人もフォロワーがいる状態でそれを晒してるのかっていうようなそれ晒し上げですよね完全ないじめ行為だと僕自身はちょっと思っていてそれをやられたらどう思うんだろうって自分がもしあなたがそのボーのアフリーマーアプリのあの社員の方で同じことをやられてしまったらどう思うんだろうと思っていてでしかも その方から攻撃を受けたえーマーケーターの方別に SNS のアカウントとか持ってるわけじゃないと思うから何の反論もできないんですよねえそれも多分分かっててやってると思うんですよでしかも34万人先ほど申し上げたように34万人にバンって拡散されちゃうからえでそこになんかもうすごい何人もえ私もそう思うみたいなえツイートであるとか 引用ポストであるとかなんかめちゃめちゃついててこれってそのなんかこう今 SNS でいろんなえこうメンタル心を壊してしまうとかメンタルヘルスの問題とか出てきたりとか SNS のいじめとかあるじゃないですかそういったのの原因になってしまっているんじゃないかなと思うんですよなんかそういったのをこうなんか一応なんかその一インフルエンサーでビジネスインフルエンサーで株主の立場を利用して まあ、利用するのは悪いことじゃないんです。それはただあのビジネスを建設的に良くするための、えー、手法として使うのはいいんですけれども、まあ、その手法だってあったとしても、こういう攻撃の仕方ってどうなんだろうなと思うし、なんか、口も悪いですよね。なんか、クソの役にも立たなさそうなとか、えー、1円も金を稼がなそうなとか、なんか、これ、なんか自分が言われたらどう思うだろうって。 なんか僕自身はあなたがそうなんじゃないのって僕自身はそう思うんですけどね。そう、そういうふうに言いたくなっちゃうじゃないですか。これも暴言になっちゃうからあんまり言わないですけれども。えー、なんかそういうふうに思いましたよね。で、これってなんか有識事態だなと思うんです。例ええその方が本当に正当なことを言ってたとしても、別にその方以外の話もそうなんですけども、例えばどんな議論であったとしても、あのー、まあ、 えー、正,しいそう正しいことを言ってたとしても、客観的に見て正しいことを言ってたとしても、すごい言い方って問題ありますよね。言い方にちょっと気をつけないといけないなと思います。例えば、こう、えー、暴言吐くような態度で、えー、バカだとかアホだとか、こんなことを言わせばバカだアホだとか、えー、俺の意見が正しいに決まってるとか、えー、そんな態度で言われたら、えー、いくら正しくても、あの、おいってなるじゃないですか、えー。ちょっと待てよって話になるじゃないですか。いくら正しかったとしても。 えー、まあ、えー、某県知事とかのパワハラ問題にもかかってくるのかもしれないですよね、こういうのって。まあ、パワハラとかええ、パワハラもをしてたかどうかはちょっとわからないですけれども、あの、まあ、言い方っていうのには、本当気をつけていかないと、たとえ正論であったとしても、それは通したくなく、通したくなくなっちゃうし、あの、なんかこう、そういうのって、あの、いくら正論であったとしても、あの、 その賛同者が止めないといけないんですよ。止めないといけないと思うちょ、うん。僕はそこは賛同するけれども、ちょっとこの言い方待てっていうような言い方を、えー、こういうふうにちゃんと注意していかないといけないなっていうふうに思うし、ネット上であったとしても、えーで。そういう意見は、たとえ正しくても、なんかこう、あまり採用すべきじゃないなと思っています。えー、もし正しいことを、客観的に正しいっていうことを言うんであれば、あのなんかこう、SNS で晒し上げたりとか、 えー、バカだとかアホだとか、えー、クソの役にも立た,たらなそうとか言わずに、えー、本人の、えー、本人たちの前でちゃんと言えばいいと思うし別に SNS 上でやるんだとしても、あのー、もっと分かりやすく、えー、分かりやすくというか、えー、冷静に、えー、ちゃんと相手のことを思って、えー、伝えていかないとその株主やってるんだったらあなたの意見通らないですよって僕自身は思うんですけれども皆さんどうでしょうかなんかその方、えー、僕自身が僕があの これちょっと誹謗中傷に当たるんじゃないですかねって、えー、コメントしたところ、なんでしょう、えー、やばいと思ったのかどうかわかんないですけども、あのー、僕はアオン社を誹謗中傷してるのになんで何もしてこないんですかみたいなことを <laughs> 書いてらっしゃるんですよ。<laughs> この態度もちょっと、えー、誹謗中傷しましたけど何かとか、えー、僕は誹謗中傷してますよみたいな。 なんかこうあ、えー、そういうふうになんかポーカーフェイスみたいなことをやろうとして,て、ちょっと見苦しいなと思いました。うん。なんかこう言われて、そう、えー、書いて、自分で書いちゃって、で、えー、そういうふうに突っ込まれて、あ、やばいと思って、なんかそういうふうなポーカーフェイスぶるのって僕はちょっといただけないなって思いますよ。なんで、まあ、そういったのは皆さん気をつけていかないと思います。いくら正論であったとしても言い方というか、 え考えていかないといけないと思うし、あともう一つ言いたいことがあるんですけれども、そこに賛同してるフォロワーの皆さんであるとか、返信したりであるとか、その方を中傷するような、どのパターンでもいいんですけど、その方以外のことでもいいんですけれども、中傷したりであるとか、大手インフルエンサーの言うことに賛同して、誰かを中傷したりとか、引用ポストつけて誰かをこう攻撃したりであるとか、なんか断定的なことを言ったりであるとか。 そういったのっていうのはあの結局はそのインフルエンサーの養分になるだけなんで、えー、もしあなたがその、まあ、お金がないとかあのこう不平不満がたまってるであるとか、えー、なんかこう人間関係に困ってるであるとか言うんだったらその変にあ,のあなたを利用しようとしてるインフルエンサーに同調したりしないで えー、同調したりしないで、で、その荒探しを一緒にやる,よやるようなことしたりしないで、なんか、もっと自分の、えー、まあ、やりたいことであるとか、お仕事であるとか、えー、まあ、そういったのに向き合った方が、より建設的な時間の使い方なんじゃないかなと、えー、僕自身は思っております。えー、ちょっと、えー、きついこと言ってしまったら申し訳ないですけども、実際そうだと思うんで、えー、そう、えー、実はもう、僕も、なんかこう、昔はそういう人だったな、ちょっと思いつつ、 えー、まあもしかしたら今も治ってないかもしれないですけれども治していきたいなとは、えー、思っているところではありますがまあ、えー、あまりその SNS 上で人の中傷したりするようなことは言ったことはほぼないですね、うん、思ってみれば。 はい、えー、皆さん、えー、どう思ったでしょうか、えー、この、えー、私の意見に反対賛成などあ,り、まあると思いますしもしあったらぜひぜひお聞かせ願いたいと思っております、えー、この動画をご覧いただきましてありがとうございましたもしこの動画が良いと思った方は、えー、高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは